です。こちらの本ですね。ギャンブル障害の治療、治療者向けガイド、認知行動療法にアプローチって読んで、賭け事、ギャンブル依存症による賭け事っていうのがチャンスのゲームをスキルのゲームとして見てしまうっていう傾向があるって話で、予測もコントロールも不可能なチャンスのゲームの性質について提供可能なあらゆる情報をと説明をもってしても、チャンスのゲームをスキルのゲームを見ることで固執してしまうクライアントもいます。今でもあまり知られていないことですが、賭け場で宣伝されているのは以下の2つの非常に正確な性質を有するという条件によって選ばれたチャンスのゲームだけです。一つは次のゲームの結果を予測するのは誰にとっても不可能であるということ、そしてもう一つは遊ぶのにスキルが必要ないことです。不幸なことに個々のチャンスのゲームはゲームを完全に支配できるのではないかという誤った信念を抱かせるような物語性で味付けされています。そのような神話を永続させコントロールの幻想を譲り出す多くの本や雑誌を売られていますねって思うんですけど、私もそういう本読んでみたんですよ。こういう本だとかね、あとはこういう本。一概にそのギャンブルを否定せずに、とりあえずそういう本も読んでみようかなと思って読んでみたんですよ。で、私たちこれらの事象に対する理解、まあ、疑心っていうんですか、保つことは不可欠だというほど信じています。しかもいつか正しいかもしれません。しかしほとんどは明らかに都市伝説の類です。極めて稀な事例としてカジノそのものを含むアンダーグラウンドネットワークの一角を形成しているギャンブラーが追放されたということが起こり得る話です。しかしその結果、ギャンブル障害患者はそういった物語を信じ込み、自分もチャンスを支配できるようというアイデアにしがみついてしまいます。何しろ彼らは 大勝利したいんですから。大抵のカードゲームを得たらチャンスの割合が大きいとはいえ、プレイヤーのスキルと経験によって勝利の可能性を高めることができるゲームは確かに存在します。ってことで、カードゲームの中でもチャンスをコントロールできるっていう意味だと、まあ、今こういうふうに読んでいるようなポーカーもそうだし、ブラックジャックもそうなんですけど、まあ、読んだところで、まあ、できるかできないかは別の話ですよ。まあ、それでもね、おそらく読んで、しかもギャンブル依存症にハマっている人を読んでるかもしれないし、ただ依存症じゃない人でも読んでる人はいると思いますよ。本当のこうプロのギャンブラーみたいな人だけど、常に第一線で戦ってる人でないとこれは実践しても厳しいんじゃないかなって私は思ったので、読んだ上では私は別の方向で稼ごうって感じで思っちゃったりしたしね。まあ、それでもこういうねノウハウ本を読みたいっていう人は読んだ上で考えた方がいいと思いますけど、それこれをそのねノウハウ本読むくらいであれば、この本も読んで2つとも読んで考えてみるのが一番いいかもしれませんよ。それでは。